ご覧いただきありがとうございます。RC マニア高弘です。今回は DF02VS とまでは言えないかな、走り比べかな。 DF02 と DF03 の走り比べの走行動画となります。走り比べ、そうですね、 VS 動画になったとしたら、編集の時に、ラップタイムを表記してたら VS 動画にしたと思ってくださいね。まあ、VS 動画にする意味もないかなと思いつつ、タイヤは揃えてるんですけどね。そしてギア比をですね、揃えてるわけではなくて、それぞれですね、標準ギア比、ピットを買って組み立てたその時のギア比にしてあります。ですので揃えてないので VS 動画と言えないかもしれないし、揃えてないとはいえ標準同士なんだから、むしろそれが本当の VS 動画なのかもしれないですけど、まあ、どっちにしろ走り比べつつ、気が向いたらラップタイムを表記するような走行動画となります。よろしければご覧ください。で、さっき言ったタイヤを揃えてるというのは、こっちはノーマルタイヤ、ホイールの色は違いますけど、 DF03 の方はノーマルタイヤではありませんが、こっちを走り比べということで一番大事なタイヤは揃えました。ただ個体差があるのはもう言わずもがなですかね。で、オイルダンパーも同じもの、もちろん個体差、セッティングの差もありますけどね。で、日課のバッテリー同士で、モーターもスポーツチューン同士、個体差ありますからね。 ESC も同じ種類で、送信機も同じ、受信機も同じ種類ですね。まあ結局 VS 動画なのか走る比べ動画なのかは、見てる皆さんの感覚になりますかね。もうすごく楽しみじゃないですか。もしかして DF02 と DF03 どちらも15年とかそれぐらい前の、もちろん DF02 の方が先なんですけど、それぐらい前のが今でも現行で買えるっていうのもすごいですけど、この2台で買う、どっち買おうか悩んでる人がいたとしたら、一つの決める要因になったのなら嬉しいですけど、まあ全体的に言うと個体差もありますからね。走ってる路面、そして実際買った時のタイヤは DF03 違いますしね。まあ、私が個人的にどっちがおすすめかと言われたら、炎上するから言えないけど、あっちですけどね。ただいい勝負です。まあもうちょっと緩めて言うなら、外見で選ぶならあっち、走りで選ぶならあっちみたいなところもありますけどね。総合的に選ぶならあっちかなみたいな感じですね。では余談でしたね。よろしければご覧ください。あ、言い忘れました、DF02 から走りますけど、オプション他にユニバーサルを両者とも前だけにつけています。やっぱり、ラップタイム表記するのめんどくさくなったので、測る方はあそこのヘアピンの頂点を目印にして測ってみてくださいね。私は両方どうせ持ってるのでどっち早いとかどっち買おうかなっていうのもないですから、もうラップタイムは表記させません。その代わり喋りながら、インプレを述べながら走りますからね。ラップタイムを取るような走り方をしようとすると、無言になったりしますので、まずは DF0 に、さっき言ったけど先に走らせて、それに比べて DF03 がどうかみたいなのもインプレしながら、結局タイム測ったところでね、走らせる人が違ったり、タイヤが変わったり、セッティングが変わったら変わることですからね。ただ直線のスピードが明らかに変わることもないかな。確かお互いきっと標準のギア比ですけど 9. いくらだったの、どっちもですね。そして DF03 の方が少しハイギアだった気がします。その辺も調べてみてください。では DF02 からいきます。よし、こう、お、静かだな。あ、これがノーマルギア比か。相変わらずよく走るな。言ったかな、日課と同士ですね、言いましたよね。日課とバッテリー同士の、スポーツチューンモーター同士の、ノーマルギア比同士の、ダンパー同じ同士の、タイヤ同じ同士の、フロントユニバーサル同士ですね。受信機も一緒、送信機も一緒、ESC も一緒ですね。よく走ります。見た感じでわかるんじゃないですかね。 DF02 は比べる対象が今のところないので、
今言ったような仕様みたいなのを述べました。 DF03 に変えた時は DF02 に比べての操縦感覚、インプレなんかを述べますのでね。あ、アバンテどうしようか。アバンテもおまけ動画つけようかな。せっかく持ってきてるからね。そういえばオープニングの時アバンテに触れなかった気がしますね。わあ、よく走るわ。まあ、ちょっとよそ見してて失敗したけど。もうタイムどうでもいいぐらいよく走る。気持ちいい。時々言うんですけどね、うちのこのサーキット遊びに来てくださいね。大分県ですからね。そうですね、近くに何があるかと言ったら、ハーモニーランド、キーちゃんが近いと言っても車で15分ぐらいかな。そんな感じの場所にこのサーキットはあります。もちろん手ぶれで来ていただいてもガジコンお貸ししますからね。ああ、では次は DF03 いきます。はい、アバンテおまけ動画どっかに差し込みます。早い、2台に比べたら早い、パワーがある。寄せに行く。うわうわ、今日はパッサパサだからな。今これあの2台を走らせた後に走らせるのでめっちゃパワーがある。おまけ動画でよかった。3台走り比べ動画ならもっとパワー落とさないとダメですね。これもうスポーツ中にしないと。はい、DF03 です。DF02 に比べてどうなのでしょうか。あ、どっちも音は静かですね。あ、リアが出るな。セッティングの違いかな。DF02 の方がリアが安定、どっしりしてましたね。それでいて曲がってた。おー、DF02 の方が速いな、これは。ラップタイム測るまでもなく。もちろんセッティングの違いかもしれませんからね。ちょっとこっちの方がホイールが柔らかい感じかな。ですからフラフラしてる感じかな。適当にダンパーつけてるのでいろいろ使い回したりしますからね。専用でつけてるわけじゃないので、適当なセッティングのものを走らせるタイミングによっていろんな車種に使い回ししてるので、こんなことになってます。あ、慣れてきたらだいぶいいですね。はい、では DF02 との違い、さっき言いましたけどこのセッティングだけなのかもしれませんけど、ちょっとふわふわしてますね。オイルが柔らかい、これは車の違いではなくてセッティングの違いですね。直線のスピードは一緒ぐらいな感じですね。
ラフラしてる分前に出てないのかもしれませんけどね。これもやっぱり路面とダンパーのセッティングによったりよって実質直線スピードが変わったりします。もっと比べるね、簡単に言うとタイヤの回転数が同じだったとしても、特にオフロードですからね、パスのセッティングによって、まあ、常に滑ってると感じということにすると、その滑ってる中でもセッティングによって前に出る、曲がる、あ、前に出るか、直線スピードだけの話で言ったら前に出るから速いことになるので、まあ、ギア比が全く一緒で他全てが一緒ならタイヤの回転数が一緒になるんですけどね。ただ走らせ方やセッティングによって実質スピードは変わったりするということですね。ああ、どっちも楽しい。ただこの DF03 は DF02 に比べたら、ああ、どっちも捨てがたいな。楽しさは一緒だ。楽しさは一緒です。ほんと駆動系のレイアウト全く違いますからね。どっちも楽しいけど、こっちの方があれですね、密閉性、ボディとシャーシとかの密閉性が高いですよね。隙間がないからシャーシの中に砂口入りにくいですね。まあどっちにしろ埃は絶対入りますけどね。でセンターシャフトがこっちはむき出しですけど、高い位置にあるので、例えば TT02 とかみたいに低い位置にセンターシャフトがあると削れたりしますよね。石が入ってシャーシとの間に入り込んだりして、それがないですね。そして DF02、 さっき走らせた DF02 の方はセンターシャフトは上から見ると隠れてますからね、下から取り出す感じになってますので、どちらもセンターシャフトが擦れるみたいな TT02B にあるような問題はないですね。あー、楽しかった。はい、では DF02 と DF03 の走り比べ走行動画でした。ご覧いただきありがとうございました。